った、うん、それにしても遅いわねあの人。何も本当にもう。ただいまー。やっと帰ってきたわ本当に。お帰りなさい。マスク外してちょうだい。そこで、はいはい、満員電車いっぱい乗ってるでしょあなた。もう大変。はい、あ、帰った。はい、お帰りなさい。あ、疲れたわ。洗面所で手洗ってきた。もう疲れた。洗ってないわ。もうちょっと疲れのとこ悪いけど手洗ってきてちょうだい。はい、手洗いはね、石鹸つけて30秒、股の間ね、指の股の間ちゃんと爪の中も洗って、そうそう、はい、ちゃんと洗ってね。その後アルコール消毒しといて、シュプシュッと。はい、そこにあるでしょ、シュッシュッといてちょうだい。シュプシュッと、はい、シュプシュッといてちょうだい。はい、その後うがいよ。そこでうがいよ、うがい、うがいしてちょうだい、うがい。ああ、喉に行ってダメ。喉に行ったらコロナの菌がいっちゃうから。口でさっきブクブクうがい、ブク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 うがいして、そう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 、それを2回ぐらいして、はい、そこから喉のうがいしてね。はい、喉のうがいしてちょうだい。あ、はい、はい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 、それでプレ、はい、でですね、そこにあるでしょ、あの歯ブラシで、歯ブラシでちょっと苔磨いといてちょうだい。苔、下の苔、はい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 、ちょっと喉の奥の方を入れてちょうだい。わかるわかるわかるけどわかるけど、そこは耐えてちょうだい。そこに菌が 10%15% いるのよ。はい、綺麗になった。さすが、きっちりバッチリよ。はい、あーしんど、疲れたわ。お疲れ様。いやーもう本当にね、疲れました。何時まで飲んでるつもりなの。いやーまだちょっともう一杯もらおうかな思ってねんけども。はい、もうやめといた方がいいんじゃないの。ちょっとドリンクちょうだい。ドリンク、ドリンクってあなた、うん、もう自分で出してちょうだい。あ、そう、ほんなら自分で出すわ。こんな季節は飲まない方がいいんだけどな、冷えちゃうのに。あーもう本当に出しちゃったわ。その前にこちらの三連番茶飲んで、体温めて、抗菌作用あるのよ。そして梅干し、こちらもね、天然の抗生物質だから食べといて、体温めてから。これ酸っぱいんちゃうかな。酸っぱいのもいいのよ、お薬だから。かわいい感じ。皆様、うん、このようにマスクは玄関で外してください。そして手洗いは石鹸をつけて30秒お願いします。手の股、爪の間、手首まで洗えるときっちりしてますね。その後アルコール消毒でシュッシュッしておいてください。そしてうがいの方をですね、口でブク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 で、口の先でこう全部やってからね、あと喉でうがいしてください。先にね、喉のうがいをしてしまうと菌がいってしまいます。そしてブラシがあれば、余裕があればですね、舌を磨いておいてください。舌の奥の方に、まあ、おえーとなりますけども、そこは我慢して、そこにコロナ菌います。絶対磨いてくるようにしてください。そしてですね、このようにお酒を飲むときはどうしても冷やしちゃいます。このように梅干しですとか三年番茶で温めてください。私もいただこうかしら。飲むんかい。えへ。